許します貝元美恵子さん私はただいま可決されました学校教育法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党国民の声、立憲民主党民友会希望の会、国民民主党新緑風会、公明党および日本維新の会、希望の党の各,各,、えー、各派共同提案による付帯決議案を提出いたします案文を朗読いたします。 学校教育法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議、政府及び関係者は、本法の施行にあたり、次の事項について特段の配慮をすべきである、1、大学が自ら改革を実践し、その役割と使命を果たすことができるよう、大学に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について、継続的に検討するとともに、 我が国の大学の国際的な競争力、研究力を下支えする基盤的経費の拡充に向けた今後の財政的支援のあり方について検討すること。二、大学に対し学生や社会が適切な評価を行うことができるよう、大学における教育研究の内容やその成果、経営状況等に関する情報公開を一層促進するとともに、学校法人による不祥事や不正等について速やかに 公表するための仕組みについて検討すること。三、認証評価における大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉とならないよう十分に留意すること。四、認証評価と国立大学法人評価など、類似の複数の評価制度が大学等の負担となっている現状について、 評価疲れを指摘する意見があることを踏まえ、大学評価の仕組みをより効率的なものとするため、評価にかかる事務の簡素化や類似制度の整理統合について速やかに検討すること。また、評価の在り方を検討するにあたっては、大学関係者の意見を幅広く聴取するとともに、基礎研究を含む研究の多様性が尊重されるよう十分に留意すること。 国立大学における一法人複数大学制度の導入にあたっては、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取り組みが相反することなく、円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。六、学校法人が その設置する私立学校の教育の質の向上を図るにあたっては、学校の経営状況や教学上の方針について、教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の連携に努めるとともに、とりわけ文部科学省所管、所轄 学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の自主性、公共性を担保する観点から、その設置する大学の教育研究や運営に過度な干渉をすることがないよう、特段の留意を払うこと。七、学校法人における監査の実効性や客観性を高めるため、理事長、理事と親族関係にあるものの、 幹事への就任を禁止するなど、幹事として適切な人材のある方について検討し、必要な措置を講ずること。八、学校法人における幹事については、理事長、理事に対する第三者性、中立性を確保し、幹事の検制機能が十分に発揮されるよう、その専任の透明性、公平性を担保する必要な措置を講ずること。九 学校法人における自律的なガバナンスの改善に資する仕組みを構築するため、理事長の会食に関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度の在り方について、普段の見直しに努めること、また、学校法人の不祥事や不正等が繰り返され,るされることのないよう、これらに対する告発が隠蔽されずに適切に聞き入れられる。 仕組みの構築等より実効性のある措置について速やかに検討すること身に決議する以上でございます何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げますただいま上本さんから提出されました附帯決議案を議題とし採決を行います本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います多数と認めます よって貝本さん提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしましたただいまの決議に対し柴山文部科学大臣から発言を求められておりますのでそのさこの際それを許します柴山文部科学大臣ただいまのご決議につきましてはそのご趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。異議,異議がないと認め、作用決定いたします本日はこれにて散会いたします。